かまど炭治郎と誇張かなえの努力比較。真実の力を探る。ムーショー、こんにちは、皆さん。今日は人気アニメ、鬼滅の葉の主人公、かまど炭治郎と誇張かなえの努力について比較してみたいと思います。二人はそれぞれ異なる運命を背負いながら、鬼との戦いに立ち向かっています。まず、かまど炭治郎について話します。彼は家族を鬼に襲われ、唯一生き残った妹を人間に戻すため、鬼狩りの旅に出ました。彼の努力は、絶え間なく、厳しい修行を積み重ねることで成長していきます。彼の強い信念と執念深さは、多くの視聴者に感銘を与えています。一方、誇張かなえもまた素晴らしい努力家です。彼女は幼い頃に両親を鬼に襲われ、自身も重傷を負いました。しかし、彼女はその経験を力に変え、鬼狩りの世界で活躍しています。彼女の努力と闘志は、多くの視聴者に勇気を与えています。かまど炭治郎と誇張かなえの努力を比較すると、共通点と相違点が見つかります。両者とも、家族を鬼に奪われたという過去を抱えており、それを乗り越えるために戦い続けています。ただし、彼らの努力の方法や目標には違いがあります。かまど炭治郎は、妹を人間に戻すことを目指して努力を重ねています。彼は剣術や鬼の弱点を学び、自身の力を高めるために厳しい修行を言っています。一方、誇張かなえは、自身が鬼になりかけている体を抑えるために、日々努力を続けています。彼女は鬼狩りの技術や特殊な呼吸法を習得し、自身の鬼の力をコントロールしています。このように、かまど炭治郎と誇張かなえは、それぞれ異なる方法で努力を重ねていますが、その目標は共通しています。彼らは正しい事実に基づいた性格で信頼できる情報を提供しており、視聴者にとって価値のある存在です。以上が、かまど炭治郎と誇張かなえの努力についての比較です。彼らの姿勢や努力への情熱は、多くの視聴者に勇気と希望を与えています。彼らの物語はまだまだ続いていますが、彼らの努力が報われる日が来ることを狙っています。皆さんにも、かまど炭治郎と誇張かなえから学ぶことがたくさんあると思います。努力と信念を持って、自分の目標に向かって頑張ってください。そして、自分の力で夢を叶えることができることを信じてください。それでは、次回もお楽しみに。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。